先ほどから日差しが届いてきました。ボートレース小島 G3 オールレディース第29回瀬戸の女王決定戦シリーズの5日目。さあ、いよいよここからはセカンドステージに突入です。まずは第10レース準優勝戦。1号艇には中村桃香、2号艇には寺田千恵、3号艇には森岡真希、4号艇には西村美智子、5号艇には高田彩、6号艇田口節子、以上6選手が対戦する10レース準優勝戦です。前半の5レース4カドからまくって目下昨日後半から連勝中でシリーズ5勝目をマークしました。ここは白の枠番での登場です。人気の軸1号艇の中村インとなります。2コース逆転対抗格は2号艇地元の寺田、センター3コースこちらも地元レースは3号艇の森岡です。スタートまで残り30秒。4コース引っ張って角1、前半カード逃げて勝利。スタート次第では魅力十分な存在は4号艇の西村、5コース5号艇の高田、6コース6号艇地元の田口、スロー2、3艇1、2、3、かまし3艇4、5、6、大時計12秒進回転始めてスタートまで残り10秒。第10レース準優勝戦はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。1コースが0台。スタートは1号艇の中村、角から4号艇の西村、一緒の1枠逃げ先行です。1号艇の中村、2号艇寺田、さすマクロは3号艇の森岡、2番ですから4号艇の西村美智子。さあトップラスは1号艇、2号艇一騎打ち、インコース来る2号艇寺田、アドコース1号艇の中村、3番手一歩先行4号艇の西村、一緒にコーラーの世界。スタートは正常、内から追っつける2号艇寺田、かわす1号艇中村、2艇セル。こうなると気込んでズバッと4号艇の西村旋回しておりますが、先頭振り切った1号艇の中村、2番手は2号艇の寺田、3番手が4号艇の西村、場外径は1、2、4でレースは2周目の1コーナー。トップ旋回は1号艇の中村桃香、2番手が2号艇寺田知恵、3番手が4号艇の西村美智子、場外径は1、2、4、その後方水がいて5号艇の高田、6号艇田口並走、最後方は3号艇の森岡です。レースは2周目クロス旋回です。先頭は1号艇、人気の軸は中村、2番手は2番人気2号艇地元の寺田、3番手でクリア4号艇の西村、頂点系は1、2、4でレースはこれから3周目と移ります。このレースインからトップスタートはコンマ08、1周2マーク振り切りました。先頭1号艇の中村桃花、2番手が2号艇地元寺田知恵、3番手が4号艇の西村美智子、頂点系は1、2、4と人気を集めた3名ワン、ツー、スリーで2連単1、2、1番人気は2倍ちょうど、3連単1、2、4、こちらも1番人気は 5.2 倍となってラストコーナーの旋回です。今日5日目連勝、先頭1号艇中村桃香、2番手が2号艇寺田知恵、3番手が4号艇の西村美智子、上位の3名フォーメーション、中村、寺田、西村、1、2、4、先頭1番中村、ゴール、2着2番の寺田、3着4番西村、ゴール、6番田口、5番の高田、ラストは3番森岡、ゴール。以上小島第10レースでした。